分で布を買わないといけないってことか。えおお、なんて気迫感じる発言。これが両家のお嬢様ってやつか。よし出発。おとなしく捕まれ、コソ泥め。いい加減にしろ。わかった、早く絹を買おうぜ。誤解するなよ、そのために手伝ったわけじゃないからな。たとえお前が落としたのが人参でもキャベツでも、オイラたちは手助けしたぞ。ナナ、もう奪われないように気をつけろよ。お前みたいな大物がクリスを助けるなんて人が良すぎるぞ。絶対あるよな。でもオイラは稲妻の着物を試してみたいぞ。なんだよ、作ろうと思えば作れるだろう。そうそう、いろんなやつがいるぞ。おー、ご飯だ。どうしてだ、人もいいし礼儀正しいし、みんなから好かれてるはずだろ。そうだぞ、料理が食べたいなら店で注文すればいいじゃないか。国料理、稲妻料理じゃなければいいんだよな。ふふ、作り方を教えてやろうか。一つ目の材料の組み合わせを選ぼう。そう、それだ。じゃあ二つ目の組み合わせを選ぶぞ。お前どんどんシャンリーに似てきたな。おいしいし、あっちにあるのもすっごくおいしい。何か抱えてるなら我慢しないで発散しろよな。お前もお母さんの手記からその椿っていう人に会いたいって思っただろ。友情っていうのはいろんな人に影響をもたらすことができる。だからすっごく重要なものなんだ。これって稲妻にも仙人がいるってことか。空を飛んだり地下を駆けたり水中を泳いだり土に埋まったり、いろんなやつがいたな。おー、高級品みたいだぞ。髪飾りかな。おお、そうだな。もしかしたらお宝があるかもしれないぞ。ああ、そうだな、暗い場所で文字を読むと目にも悪いからな。外に行こうぜ。貴重なお宝だったりして、うん、楽しみだ。え、それって服の裁断図も異国料理もそうだったのか。じゃあ、あの祭壇図に書いてあった服って祭りに行くときに着る服だったってことか。告知を見たときからずっと行きたかったんだ。あやかも興味あるんだろ。そうだな、今日は最終日だったよな。じゃあ早速行ってみようぜ。おじさんおじさん、オイラの分は。オイラ一人だけお面なしで祭りに参加しなきゃいけないのか。でもなんか仲間外れにされた感じがするぞ。いやだ。いい兆しだな。そうだな、これからもこの運が続いていくといいな。どれも美味しそうだぞ。全部食べていいか。いいぜいいぜ、約束だ。リーヨへの回答と似たようなもんか。これも願いを叶えるためのものなんだな。よし、だったらオイラもやるぞ。オイラの腕前を見せてやる。きっと見つかるさ、自信を持て。え、もう行っちゃうのか。Jangan lupa like, comment, and subscribe.